こんにちは、ゆめいです。こんにちは、らくです。今回は私たちの1週間のお買い物の紹介をしたいと思います。はい。いつも動画見てくださってる方は多分分かってると思うんですけど、私たちはメルボルンの西側に住んでまして、西側のショッピングセンターといえばどこですか？ハイポイントです。はい、ということで今からハイポイントで今日はお買い物したいと思います。では行ってきます。行ってきます。はい、ということでハイポイントにやってきました。3ヶ月前ぐらいに新しくね、この後ろに見えるフードルっていうお店がオープンしたんですけど、私たちも何回か来てて、ここはあのアジアンスーパーマーケットとフードコートが一緒になってる珍しいタイプのお店です。スーパーの中に売ってるとこと食べ物もそこで食べれるよみたいな。そう、まずはここであのお昼ご飯食べてお買い物もしていきたいと思います。はい、こちらが担々麺です。一般的な担々麺というよりかはこれは混ぜそばというか油そばです。こうやってスープに見えるけど混ぜるとほぼなくなります。で、めちゃくちゃこれピーナッツ効いてて俺はすごい好きな、ラックのおすすめ商品です。これおすすめ商品です。あの辛いの好きな人はぜひ。これが、まあ、焼き小籠みたいな感じかな。ちょっと肉まんっぽいよね、生地が。結構分厚い生地で、そう、焼いてある、うん、やつですね。で、中はまあ小籠包の具みたいな、ちょっとスープみたいな入っててっていうやつ。小籠包です。突筆して言うことはない、ただ美味しい小籠包、思ったより美味しかった。普通に美味しい。ということで、私は大トロ市場っていうお寿司屋さんでこの豪華なお寿司セット買ってみました。このセット頼むとお味噌汁もついてきます。なんか西側にさ、こういうお寿司屋さんなかったじゃん。だからここできてめっちゃ嬉しいです。で、大トロそこまでめっちゃ高いわけじゃないのよ。まあ今日これちょっと高めのやつ買ったけど、セットのお刺身とお寿司もそこまで高くないです。で、最後にあのブレッドトップでね、私が大好きなこのバナナインパジャマーズっていうんだけど、あの日本の丸ごとバナナみたいな感じの商品で、中にバナナとホイップクリームが入ってて、これは私のねブレッドトップのおすすめ商品です。はい、ってことでご飯いただきましょう。ほら、もうこれ混ぜたらほぼもうこのスープない。まあシャリがちょっと硬い。タコうまい。タコおいしい。うん、久しぶりにお寿司食べた。
ルでお買い物終わったので次はコールスでお買い物していきます。はい、フードルの隣にコールスがあるの、めっちゃ便利じゃない？便利。さ、今までアジアングローサリー行ってその後移動してスーパー行ってたじゃん、普通のスーパーね、2軒回るみたいな。あ、だけどここはフードルとコールス隣同士だからめっちゃ便利、考えられた立地だよね。そう、あのちなみにハイポイントはウールワースもあるから反対側なんだよね、ウールワース。そうそうそう、でもウールワースが行くとダイソーも行けるっていう、あのそうだね、こだわりがある人いるじゃん。ああ、うちらコールス派じゃん。ああ、だからめっちゃありがたいよね、両方あって。ありがたい。でしかもこのコールスもあの新しいからめちゃくちゃ綺麗だし、でかくていいよね、なんかこうすごいエリアが。今ね、いちご安くなってるからうちは毎回毎回買ってます。いいの選んでね、買えますよ。ガーリックナン安くなってる。カレーと一緒に食べれる。あ、いいね。はい、今帰宅したのでこれから今日の購入品紹介したいと思うんですけど、今回たくさんあるのでもうパパパッと紹介したいと思います。値段はここら辺に出しておきます。まずはフードルで買ったもの紹介します。まずね、野菜なんですけど、ほうれん草安かったので買いました。これね、こっちのほうれん草っていうよりかは本当に日本のほうれん草、ここがピンクのやつ、コールスとかにはね売ってないほうれん草です。そしてお豆腐です。キュウリ、キュウリはね、スーパーで買うよりアジアングロサリーで買う方が安いのでいつもアジアングロサリーで買ってます。ビビゴの角的、初めて買いました。これあとこれね、子供用のゼリーです。2種類買いました。ふりかけ、はい、こちらもふりかけ、これ安くなってました。はい、でこちら韓国のダシダっていうダシです。でこれもセールになってたクリスプチョコです。2個買いました。はい、そして雪の宿、これ意外と安かったので買っちゃった、塩バターキャラメル味、美味しそう。はい、そして桃のカステラ、これね、お友達がおすすめしてくれたので買ってみました。あとね、コーヒー牛乳カステラも買ってみました。最後はパンです。このシリーズね、よくこっちで売ってます。チョコレート味と小豆。はい、以上、これがフードルで買ったので合計が 48.4 ドルでした。次、コールスで買ったもの紹介します。はい、まずこちら今週半額の洗剤です。うちはいつもこのアタックのソフナー入りのやつを買ってます。で、必ず半額の時にしか買いません。普通に買ったら高いからね。で、これ小さいティッシュ、普通のティッシュ。辛ラーメン、めっちゃ久々に買いました。これセールでちょっとだけ安くなってました。これね、オーストラリアの有名な朝ごはんに食べるやつなんだけど、ウィートビックスってあんまりセールにならないんだよね。なので珍しくセールやってたので買いました。はい、そしてこれサカタっていうね、おせんべいの会社のスイート&ソルティのおせんべい、これね、さっき買った雪の宿みたいな感じの似てるおせんべいで、私これすごい好きなんだよね。甘じょっぱい、本当に雪の宿に似てます。これ2個で買うと安かったので2個買いました。はい、そして食パンです。これは安売りだったので買ったナンです。で、クロワッサン。これもね、今週セールしてました。2つ買いました。はい、こちらベガのピーナッツバターです。あとはいつも買ってるスパゲッティ。プチトマト。はい、そしてイチゴ2つ買いました。で、人参です。今回はね、ちょっとベイビーキャロットにしました。あとこれ玉ねぎ1つ、ツナ缶、これ一番安いコールスのいちごジャム、マーガリンです。これもコールスブランドの一番安いやつです。あと普通のバターも買いました。そしてボロネーゼ作る用のトマトソースです。アボカド、はい、これ私の大好きなボンボンジュース、これ今セールで安くなったので買っちゃいました。で、これミラが大好きなレーズンです。子供用のこういう小さい箱に入ったレーズンです。はい、そしてこっちはクランベリーですね。
これ今回2個買ったら安くなるやつだったので2つ買いました。これね、あの箱に入ってるやつは中に小分けで5つ入ってて、これがすごい便利なんだよね。袋のやつも買うことあるんだけど、こうやって小分けになってるので、あのミラのおやつにね、外に持っていくときとかデイケア用に持っていけるので、これすごい気に入ってます。タイレッドチキンカレー、これもうできてるやつなんだけど、最近ねこのコールスが出してる出来合いのシリーズがすごい好きで、普通に買ったらちょっと高いんだけど、こうやってあのクイックセールやってる時にいつも買ってます。こっちはねタイグリーンチキンカレー、意外とこのシリーズ美味しいんだよね、あんまり外れたことないです。はい、そしてピンクレディのリンゴです。でこれは豚ひき肉です。もも肉、もううちはね本当にチキンばっかり食べてます。あとね、今週この食器洗剤が半額だったので買いました。あとはミラノヨーグルト、これもね今週セールで80セントだったので、いつもセールの時に買ってます。でもう一種類、いちごとバナナバージョンかな、このノーシュガーの方を買ってます。はい、そしてこれもあの子供用のねフードパウチなんだけど、オンリーオーガニックって言ってニュージーランドのブランドのやつです。この前エマちゃんがね来た時にこれおすすめしてもらって、ミラにも一回買ったんだよね。そしたら食べてくれたのでまた買ってみました。これね、いろんな味があって、あの出かける時とかデイケアにも持ってけていいなと思ったので、もしこのまま食べてくれたらこれ愛用していこうと思います。今週ねセールで安く買いました。はい、そして最後おむつです。うちはねあのいつもベイビーラブかハギーズを買うことが多いです。でなるべくスーパーで 40% オフとかセールの時に買うことが多いんですけど、今回ちょっとおむつ足りてないので買いました。それでも少しあのセールでね割引されてました。はい、以上コールスでのお買い物が 159.07 ドルでした。なのでフードルとコールスで約207ドルお買い物しました。これでね1週間何か足りないものがあったらまた買いに行く感じかな。やっぱりミラの成長とともに食べる量もね増えてるので、過去の動画に比べると買い物してる量も金額も増えてると思います。おむつとか洗剤とかティッシュとかね、生活用品も含まれてるので、食費だけではないんですけど、まあ大体こんな感じでした、今回。ぜひ皆さんもスーパーの買い物事情をコメントで教えてください。そしていいねボタンとチャンネル登録もお待ちしております。ということで最後まで見てくださりありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。